どうも、めずっちです。昨日は45歳の誕生日だったんですけどね。一緒に J:COM でね、ねずっち散歩をやっているレナ店からね、モバイルバッテリーいただいたりなんかしてね、すごく嬉しかったですけどね、スタッフの皆さんから最後ケーキいただいたりとかね、ただうちの奥さんだけはね、僕が言うまで、あ、そっか、今日かみたいなね、今朝になってね、ケーキ買ってこようかって取ってつけたようなこと言ってましたけどね。まあいいんですけども、昨日の夜はちょっと飲み会がありましてね、別に誕生日どこ関係ない、たまたまその日に飲み会が入りまして、飲み放題だったんですけど、まあ飲んじゃいましてね、なんでしょうね、年齢が上がってくにつれね、お酒がちょっと弱くなってるような気がしますね。一言で例えたらね、タノキントリオと一緒ですよ。うん、どういうことかって、歳にマッチして酔っちゃうんですってね。ねずっちです。ちょっと世代を問うやつだったね、また。